新内智則です。さあ今回のネタはジンゴルフということで、これは今一番最新のネタということで、去年ねインタの神様の方で年末にやらさせていただいて、まあそれが初めてやったんで、今回多分みんなは2回目と思います。エンタの神様でしたんですけど、エンタの神様はちょっとねカットしてるんですけど、今回はフルバージョン、僕が考えたネタ全部を入れてますんで、ちょっと長めの新ネタとなってますんで、これはまあお笑い好きの人ね、まあ、僕の陣内ともネタが好きな人はもちろんゴルフ好きにも刺さればいいなと思いますんで、皆さん新ネタジンゴルフご覧ください。どうぞ。いや、そろそろこの間ロケしたゴルフ番組の放送やな。好きなゴルフが番組になるって幸せやな。ただな、あのディレクターゴルフのこと全然知らんかったからな、大丈夫かな。あ、もう始まる。つけてみよう。始まった。俺や、陣内智則のジンゴルフ。うわ、めっちゃええやんかこれ。さあ始まりました、陣内智則のジンゴルフ。始まった。僕はあまり上手くないんですけども、うん、クレバーなゴルファー目指します。お、ええ感じやんか。今回お邪魔したのは、そうそう、千葉国際カントリークラブさんね。都心からおよそ1時間の高アクセスで自然を巧みに生かした戦略的かつダイナミックなコースが自慢のゴルフ場から少し離れた場所で、30年間落花生農家を営む田辺さんの畑にやってきました。千葉の落花生おいしいよ。こちらの落花生3キロを9800円でご提供。いやいや、まだ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 、あと2キロドーンとつけて5980円でどうだ、うん、今すぐお電話を。いや、通販なっとるやないか。いや、もう通販番組やないかこれ。いや、ゴルフ見たいね。ゴルフ場行ってやる。ドローン行きすぎや。なんだ落花生農家の田辺さんとこ行くねん。いや、田辺さんとこ行ったからこう通販番組になってまに、ゴルフ場見せろ。ゴルフ場、まずは518ヤード、俺を見せろ。距離の長いロングホールに挑戦。そう、ロングホールね。それでは打っていきたいと思います。来た。右側がね OB なんで、うん、それ気をつけたいですね。 OB やねんな。 OB アウトオブバウンズ。 OB の説明ね。各ホールの規定の場所から外に出てしまったことによって発生するペナルティ。メダバツやから。ちなみに隣のコースにボールが行った場合はファーという掛け声で危険を知らせます。そうそう、ファーって。あ、これね、ゴルフ知らない人のためにな、ゴルフ用語を説明するって大事やな。それではこの T でボールを T アップして打ちたいと思います、うん。ティーアップ、吉本興業所属の実力派漫才コンビ。いや、説明間違ってるわ。ティーアップさんや吉本興業の実力派漫才師やけども、お前よとんのかなど前田のダミ声による味のあるボケに長谷川の軽快なツッコミが特徴である。何の説明してんねんこれ。ティーアップさんの説明ええわ。いやいや、面白いけど実力派漫才師やけど、いや関西の人しか知らんわ。全国では分からへんわ多分。いや、ティーアップっていうのはティーにボールをこう置くことがティーアップっていうねや。いや、今日天気ええな。来た。半袖でもよかったな、うん、半袖にらん。肘くらいまでの長さの袖。知ってるわ半袖は。半袖以外にも長袖、七分袖、何これ、五分袖などもある。何の時間やこれは。ゴルフ用語だけ説明せえ。半袖は知ってるわ。さあ来た、行きます、うん、さあ。うそやろ。人を促すときまたは自分が行動を起こすときなどに発する語。知ってる。よし、や、うん、さてなどを使ってもよい。どんな説明やねん。さあの説明いらんわ。早打てもう。それでは陣内さんの記念すべき一打目です。ナイスショットやったからね。おー、ええ感じやな。おー、いいよいいよこれ。何取っとんねん。Tを取るな。Tを、ボールを取れ。ボールを、Tをゆっくり追うな。ボールの行方を追え。ティーアップさんをゆっくりアップにすな。いや、ティー飲んでる田辺さん誰が見たいねん。よう分かったな俺も田辺さんって。ええねん、こんなゴルフを見せろ俺の。そして今回アドバイザーとしてプロをお呼びしております。プロ呼んでくれたんや。主婦に大人気、収納のプロ、スッキリ坂本さんです。よろしくお願いします。誰呼んでんねん。プロゴルファー呼べ。収納のプロ読んでどうすんねん。誰や、スッキリ坂本って。さてプロ、陣内さんの1打目いかがでしたか。いや、分かれへんやろ。いや、とても良かったですね。いや、収納のプロに何が分かんねん。あ、ちょっと止めてもらって良いですか。え、ここでスッキリポイント。スッキリポイント、このように一つの傘立てにたくさんの傘を入れてしまって取り出しにくいってことありますよね。ありますよ。そこで
先ほどの陣内さんを玄関に置くことで、何してんの、取り出しもスムーズで見せる収納のお手本のようなアイテムになります。何の番組やねんこれ。いや収納どうでもええわ、傘の収納の仕方どうでもええわ。いやスイング中の俺玄関に置いたら邪魔でしゃあないやん。どんな傘の収納やねん、何この番組、めちゃめちゃやねん。いや収納ええねん、もうスッキリ坂本ゴルフを見せろ。あカートね、カートで移動ね、2台目打つから次ナイスショット見たかったんや。もうカートで移動してね。カットせえ、何にも喋ってないわ、カットせえ。ここ SDGs について考えをお聞かせください。いやそんな質問されてない、ほんで勝手な質問入れんな、何にも考えてない人には取れないか。何やこの編集。ナイスショットの陣内さん、めちゃくちゃやぞ。残り260ヤードです。ナイスショット見せろ。だからそれでは2打目打ちたいと思います。ああちょっと2打目苦手なんでね、左の隣のコースに行かないように。これ左打ち込んじゃってんな、ほんでこれファーって叫んでんねんな、恥ずかしいな。問題、主に毛皮のことを指し、防寒具やファッションなどに加工されるこの部分を何という。ファー、いや勝手なクイズ入れんな。いやファーやけど、ファー、このファーはこのファーちゃうや、勝手なクイズで編集すんな、めちゃくちゃやなこれ。隣のコースに打ってしまった陣内さん、最悪やもん。ボールはどこにあるんでしょう。隣に打ち込んだからね。やりますよ。あーすいません、隣のコースの人が、ね、教えてくれたんや、ボールを。他のプレイヤーを気遣うということもゴルフという紳士のスポーツならではです。そうそう、ゴルフはね紳士のスポーツだからね。あすいません、あいえいえ、うん、あ撮影ですか。あそうなんですよ。顔は勘弁してください、恥ずかしいんで。いつも見てます、頑張ってください。ありがとうございます。いやモザイク顔丸出しやないか。いやあのモザイク、あの芸人が全裸になった時にその芸人の顔で股間隠すタイプのモザイクや。その手法でやったあの人顔丸出しになっとるやん。大丈夫かな、もうええか、申し訳ないけど。ちょっと無茶やけどね、この木越えに挑戦したいと思います。あこれね、これミラクルショットやってんな。越えるかな、行った、乗るかな、やった。グリーンにたどり着いた陣内さん。いやボラギノールやないか、昔のボラギノールの CM やないかこれ。いやちゃうねん、あの何年目か売ってるところをゴルフ番組見たいのよ、そのなんやかんやを。なんでボラギノール方式でお届けすんねん。さあこれを決めたらパーです。うわー結構ロングパットやな、距離あったからね、上り 8m ぐらいかな。これ見てもらおう、これパー決めたらかっこいいよね。いこれは見といてほしい。よし、ジンゴルフ一発目、一発目パーで締めましょうか。テロップ消せ。さあ陣内さん、テロップ緊張のパーパット、消していけ1個ずつ。距離のある難しいパーパットなんですが、見えへんて、番組の初回でいいところを見せることができるんでしょうか。何も見せられへんわこれやったら。いけ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 、うん、入ったーパー。わかるか、嘘ついてる思われるわ。何にも見えへんわ、せっかくのロングパットやのに。でテロップ多すぎね、消せ。プロ、陣内さんのロングパットいかがでしたか。いやもうええってあんた。そうですね、陣内さんの使っていたパターですが、うん、ここでスッキリポイント。またスッキリポイント。このようなかさばるトイレットペーパーも陣内さんのパターを使えばおしゃれで快適な収納ライフを楽しめます。いやゴルフ楽しませろ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。